世界一のバストを誇るノーマスティッツさんです。どうぞ。女性の方、はい、女性ですか、はい、教わってみたい。ちょっと失礼しますね。すげえな、マジで。Oh, touch me. わー、やわらかい。やわらかいの。やわらかい。ちょっとね、すごい、ウォーターベッド、ウォーターベッド。ちょっと寄せていいですか、顔。ちょっと寄せて。Can you touch me with my face? Yes. Yes. ブラジャー下着がね、一つしかないと言っていたので今回使わせていただいたんですけど、ちょっとちっちゃいんじゃないの、これ。大丈夫かな。これも思った。ちょっと大きいよ、こっちの方が。おっぱいもうサイズ OK。 ブラジャー、ブラジャー、もうここでつけてくれるの。おどうサイズこう入れてる。後ろを見たら分かるんだけど。やりたい、こうやって。いかがですか、つけてみて。これ下着か。I love it. I love it. I can't wait to wear it. It is so beautiful. I have never had a pretty bra. もうこんなに可愛いブラ持ったことないのにとても嬉しいです。あ、やばい、出ます、出ます。では先ほどご覧いただいたノマさんの日常生活を今度はマル秘なしで。あ、はい、日常生活。日常生活を、はい、マル秘なしで今度は見てみましょう。はい。あまりに胸がビッグなノーマさんの日常生活は我々の想像を超えた出来事の連続である。胸が大きすぎて自分の足元が見えない。さらに、うわーすげーな。車に乗るときはこの通り。ハンドルがだってさ、当たっちゃってるじゃん、ハンドルおっぱいに。バストが完全にハンドルに乗っている。寝るときはいつも横向きでしか眠ることができない。36キロの胸が重すぎるのだ。仰向けに寝ると胸の重さで息が止まる危険があるの。胸が大きいことでとんでもないトラブルに巻き込まれることも。朝食の準備をしている時コンロのスイッチをつけたんだけど、そのことをすっかり忘れてしまって、気づかないうちに胸がコンロの上に乗っていたの。ドレスが溶け始めて匂い始めて、初めて気づいて後ろに下がったの。それからは気をつけてるわ。気をつけないとコンロでおっぱい。大きな胸を持つとそれだけ苦労も多い。日本滞在を楽しみにしていたノーマさんは様々なものに挑戦。まず訪れたのは回転寿司。私回転寿司に一度も行ったことがないの。ぜひ体験してみたいわ。世界一の胸を持つノーマさんがいきなり目の前に現れた時のお客さんの反応は。ノーマさんにとってはカウンター席に座るのも初体験。乗っけちゃうんだね。36キロの胸をカウンターに乗せると少しは楽になるという。見すぎだよ。いやこれどうしていいか分かんない。どうしていいか分かんないですよね。分かんないよ、どうしていいか。さんが向かったのはお台場東京レジャーランド。まずチャレンジしたのはゴルフ。しかしうまく当たらない。胸が大きすぎて
下が見えないのだ。そうだよね、ゴルフはちょっと難しそうだね。体を使うのはちょっと苦手と思いきや、次のエアホッケーでは番組スタッフを相手に連戦連勝を続ける。なぜなら巨大な胸でゴールを死守し続けていたのだ。ノーマさんの分厚い胸の壁は最強の武器となった。そしてノーマさんは一番楽しみにしていたという場所へ。彼女は子供たちが大好き。しかし世界一大きい胸を見た時の園児たちの反応は、さんは園児たちに楽しく英語を覚えてもらおうとこんな歌を用意。胸が大きすぎて足まで手が届いていないが、みんな楽しそうだ。打ち解けた子供たちはノーマさんの大きな胸に抱かれて幸せな気分に。世界一ビッグな胸のノーマさんは心もビッグな母だった。回転寿司とかね、初めて行かれたでしょうしね。隣の男の子がお皿倒れるの支えてくれます。 I have to get food. I have to feel things up. そうですね、もうやっぱり食べたかったので。皆さん何か質問あれば。質問していい？はい。なんかネックレスとかなくなったものがここから出てきたりとかって。I will always have his shoes in my breast.まあ、夫のですね、靴とか彼のものをですね、自分のこの胸の合間に隠したりとか。靴、シューズ、シューズ入るかもな。シューズを隠せちゃう。ちなみに、まあ、ノーマさんの胸は両方で36キロぐらいなんですけど、はい、合わせて、まあ、このこれがどれくらい大変っていうことかをちょっと日村さん体験してみませんか。俺が体験する。はい。あ、したしたした。ぜひ。はい。それではこんなものをご用意してみました。どうぞ。ああ、これね。どのぐらい。こちらノーマさんの下着と同じ大きさのブラジャーに36キロの砂袋を詰めることで世界一のバスト体験を可能にした。10キロのお米3つと5キロのお米1つと砂糖の1つ。分かりづらい、分かりづらいです。これ本当に俺大丈夫かな。 OK。 じゃあいくよさん、はい、じゃあどのぐらい重いか体験してください。どうぞ。ゆっくりで大丈夫です。 Come on man。いや待って待って待って、いやマジマジ、これ無地だ。ちょっと待って、無地、これ無地だってこの素材を言ったのに無地だ。マジでほら、赤井ちゃん持ってみて、これ本当に重たい。18キロ体験してみ。あー無理だ、無理だって。全然無理だ。1キロ、これすごいな。いやこれここが壊れちゃうよ。壊れちゃうぞこれさ。ちょっと落としたら分かるって。このままちょっともうちょい前行って。やばい、なんかコンクリートみたいなの。これ落とすよ、いくよ。惜しい。このいくよ。これだよ。これが胸についてるんだよ。嘘だろこれ、信じられない。これ誰か本当にすげえ重いんだよね。本当に重い。よく来日してくれたね。本当にそう。Thank you. Oh my. なんで投げんだよ。なんで投げんだよおっぱいをよ。日村さんにはこれから一ヶ月かな。この何の意味があってそれやと。体験体験。ということで世界一のバストノーマスティッツさんでした。ありがとうございました。